自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。はい、おはようございます、3日目の朝です。ただいま7時20分ですね。7時前に出てきたんですけど、輪行バッグ片付けたりですね、バッグつけたりですね、カメラセッティングしたりしてたら20分ぐらいかかってしまいました。さて、今日3日目いよいよですね、箱根山に挑戦していきたいと思ってます。ですね、もしかしたら雪が残ってんじゃないかなって心配があるんですが、多分大丈夫だと思います。もしダメな場合は引き返します。とりあえず挑戦なんで行ってまいります。それではどうなるんでしょうか。今日もよろしくお願いします。さようなら小田原城。さあ、今日はどっちにしろ三枚橋を渡って9東海道を登っていきたいと思ってます。ここまででもだらだらだらといったところですね。ここから本格的な登りがあると思うんですが、とりあえず休憩しながら登っていきたいと思います。とりあえずセブンイレブンがあるんで、そこで休憩してからですね、行きたいと思います。ああ、さっきまでずっと上りで、やっとちょっと平坦な道っていうか下っとるかな、また登らなかったから、というような山道でございます。上りで半分ぐらいもう歩いてましたね。はあ、まあ、いずれかは抜けれるでしょう。歩みを止めなければ、いずれかは箱根抜けれると思いますが、まだちょっと先は遠そうですね。頑張っていきます。宿毛川っていうんですかね、ここ宿毛川沿いをですね歩けるみたいな形でございます。ここからあれですね、道が整備されてるんですね。あれですよね、スーツくんの動画でも出てきたと思うんですけど、はい、宿毛川沿いを歩けるウォーキングルートみたいですね。はい、機会があったら夏ぐらいに来てみたいですね。これ気持ちよさそうですね。現在地ここです。ということは元箱根ぐらいまであと6キロぐらいあるのかな、僕の道も。もうちょっと頑張って行ってみたいと思います。はい、それではちょっと休憩です。しかしね、1日目は雪でしょ、2日目は逆風でしょ、逆風の突風でしょ、で3日目は激坂でしょ。一筋縄にはいきませんな、こういうのはね。でもね、やってみたらなんとかなるんじゃないかなと思ってます。激坂も本当は自転車乗って登っていくつもりやったんですけど、半分以上も歩いて登ってるって感じです。後ろ見てください、激坂ですな。もう
ほとんど自転車を下がってますよ。はい、見晴らし茶屋っていうところまで来ました。さっき下からもそうなんですけど、ここね、ほらほら綺麗ですね。小田原の町が一望できます。さっきのね、見晴らし台からなんか緩くなるんかなと思ったら、次のポイントにね、追い込み坂って書いてあったんですよね。ほんまに追い込んでますわ。追い込み坂まで登ってますって感じです。若干雪が道路沿いに残ってますね、この辺。でも溶けててよかった。これで雪なんか降ってたらもう目も当てられないですけど、今日は本当にいい天気でよかったと思います。もうちょっと頑張ります。だいぶ登ってきましたね。今やったらちょっと雪やばかったからね、頂上付近で道路脇に雪が残ってますね、はい、追い込み坂、なるほど。やれやれ、こっからちょっと下ってるようですので、自転車乗っていきたいと思います。一瞬平坦やったんですけど、まだ登ってるようです。横がね、これ箱根の旧街道です。元箱根まで40分って書いてあるんで、まあ、歩いてでも40分ぐらいでは着くんかなと思いますが、今11時11分なんで、だいたい芦ノ湖出たら12時前ぐらいになると思います。はあ、だいぶ苦労してんな。小田原出たんが7時ね、20分ぐらいなんで、4時間5時間ぐらいかかって箱根を山を越えようとしています。うまいこと言ったら12時ぐらいに沼津まで着くかなと思ったけど、とてもとても自分自身で自分を元気つけたいと思います。幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだよ。やっと着きました。今から1号線に合流して、多分下り基調でずっと行けると思います。ああ辛かった。今11時28分ぐらいです。通りしようと思ったんですけど、足の子だけ見てどうかと思ってます。寺神社ですね。このボートね、遊覧船かな。気持ちいいですね。はい、足の子から箱根峠っていうところまで、そりゃそうですよね。若干登ってました。2キロぐらいかな。はあ、箱根峠、ここからはどう考えても下りになると思います。はあ、
懐かしいな。ここは立ち寄りましたね。はい、なんかあったかいホットコーヒーでも飲みたいなと思ってます。あとは今日この後からの神奈川からですね、静岡に変わってですね、今日の後半から静岡決戦が始まります。はい、こっからが三島市です。神奈川県さようなら、また来るよ。静岡県こんにちは、しばらくよろしく。いやー、ここも絶景ポイントですね。いい天気だ。なんか午前中激坂の箱根越えてきたら綺麗な富士山見えて、なんか癒されました。今1時40分なんですけど、爽やかさん見つけようと思ったんですけど、なんかね道中になかったんで、とりあえずココスに入ることにしました。ちょっとココスに入って今日どこまで行くか、ちょっと作戦も練ようか、寝ろうかなと思っております。はい、今ココス出てきました。3時ちょうどなんですけど、今日ですね、富士見まで行こうと思ってます。あんまり無理せんとですね、もうちょっと先まで行こうかなと思ったんですけど、あんまり無理せんと、この彦根を登ったですね、ダメージが体に残ると明日から走れないと思うんで、今日はちょっと大事をとってですね、早めに上がらせていただこうかなと思っております。という意味でですね、富士見やったら20キロぐらいなんで、遅くとも5時ぐらいには着くのかなと思っております。ということで今日は最終富士見までということにしたいと思います。ナイスやねこれ、本当に。癒される、これは癒されんな。海と太陽と潮見ですよ。はい、いい感じや。めっちゃ素敵。Thank you.
しいよね、ここ。はい、今県道380っていうのを走ってますが、そうなんですよね。国道1号がですね、自動車専用道路にほぼなってるんで、自転車とか走れないんじゃないかな、この区間と思ってます。それでこっちが走ってますが、沼津のとこで旧国道1号って書いてあったんで間違いないと思うんですが、昔の国道1号はこれやったと思うんですね。で、今の国道1号が、自動車専用道路になっているんで、いるんでしょうね、この辺は、という認識で走っております。はい、5時10分です。ホテル到着しました。はい、チェックインしてですね、ちょっと本日の総括とかしてみたいと思います。はぁ、3日目終わりました。はぁ、この度最大の難所と思われてた箱根の山を越えれたっていうのは良かったと思います。で、小田原からですね、今富士見まで来ました。距離にしてですね、多分68.64キロ、よかったということでですね、明日はですね、いよいよもう静岡に入ったんで、塩見対 VS 静岡ね、どんだけ距離を稼げるのか明日はちょっとやってみたいと思ってます。あと今晩ですね、ここは沼津港のお膝元みたいな感じで駿河湾のものも取れると思うんで、なんか美味しいものがあれば食べていきたいと思います。ちょっとその辺の作戦も考えてですね、今5時半なんで、今日はあとお過ごしていきたいと思います。それでは、おまけがあるかもわかんないですけど、明日もよろしくお願いします。それでは。なんじゃこれ、割とがっつり登っとるな。もうええやろ、もうええやろ、お願い、もう下ってくれ、もう下るから、お願い。